皆さんこんばんは、西山孝太郎です。皆さんこんばんは、梅原雄一郎です。いや、急見ろ言われても今僕目隠しされて。手錠もかけられてね。そう、もうね、なんだろう、真っ暗ですよ。もう、動きもできないし。まあまあまあ、早速企画に行ってみましょう。今週は、囚われの西山というところで。聞いたことある囚われのほにゃららなんて、めっちゃ。そう？そうだよ。今僕の目の前には腕を縛られた囚われの西山が座っている。嫌だな、なんか囚われの西山。そんな囚われた状態で、西山はこれから様々なミッションに挑戦します。僕、梅原はいろんな道具を使ってミッションの邪魔をしながら困る姿を見てリアクションを楽しむという企画です。ということで。西山へのミッション。そうそう、僕がなんかやんなきゃいけないんですよね。ボックスから引いてやるらしいけど、行きましょうか、じゃあ。はい、ほう。ミッション1。1。自分の、ちょっと恥ずかしい妄想を一つ話す。へぇー。これは、あれでいいじゃん。何？西山くんのよくやってる妄想でしょ？妄想？あ、妄想は特にやりますよ。前聞いたやつ面白かったじゃん、あれ。ああ。そうですね。そうそうそう。じゃあ僕は何を使おうかな。いろいろあるんですよ。ピコピコハンマーとかね。うん。鞭とか。筆とかね。鞭から。鞭からいきます。はい。力を入れてください。はい、それでは、はい、ミッションスタート。そうですね。僕が、例えばこう、女の子とさ、こう、なんていうんですか、一緒に買い物に行ったとして、で、その、いやー痛い痛いよ痛いよ、ちょっと待って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 、いや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 、違うじゃん、違う違う違う、え、続けてください。それで僕が、はい、それで女の子がさ、ショッピングしてるわけですよ。ちょっとマジでこれはダメなやつぐらい、あ、ピチピチもなんかやだな。それで、うん、気に入った服があって、もう音だけでもういいやった。それで、なんかこう、見て見てって言って、うん、ワンピースかなんかを着て、試着室とかで、じゃーん、どう似合うってこう、ぐるってこう、一周とかしちゃってるのを見て、うん、いや、うん、だから反応して、うん、ちゃんと見てよみたいなことをこうね、言われて、うん、で、自分が、見てるし、似合ってるよ。買ってやるよ。みたいな感じの、ことがしたい、今。痛い違くない、違うならない、これ。違くない、無知じゃないし。痛いわ。はい、ありがとうございます。梅原。なんすか？すげえ楽しそうじゃん、これ。ちょっと。いやー、面白いね、これね。違うじゃん。ねえ。内容全く俺入ってないけどね。そうだよ。え？もう一回ぐらいいく？いい、もう。もういいでしょう。もう一個いいよ、うん、もう別に。お次の、ミッションです。ひょろっとの5文字を使って、梅原くんにあいうえおメッセージ。ということで、よろしいでしょうか。わかった。どうしようかな。やればいいよね。ひ肉屋で。よ。あ。いや、あーちょっと、あーちょっと、あーじゃねえよ。よね、よだよね。よ、よ、ね、よ、弱いところもたまに見せてくれる。はい。実際つ？そうだね。つは、冷たいばかりだけど、時には、時には優しい。うん、ダーマスさんとも仲いい。白井さんには冷たい。今ちなみに最初の方はまあ筆があったので筆で首筋をね。背中に入ってるし。うん、今背中に入れましたけど。なよこの筆は。その後ホースで息を吹きかけましたね。なんだこれは。いやー楽しいなこれ。ラジオだぞ。いや、だから。これ、見た目伝わってるし。これ、ね、公開録音でやればいい。やんないよ。何の公開だよ。本当に。